地の国への要請を決め、その後要請しました。まん延防止措置が適用された場合、札幌市は市営地下鉄の終電時間の繰り上げなどを行う方向で検討します。これとは別に、北海道は今日から独自の対策を強化し、札幌市内の飲食店への時短要請を午後8時まで、酒類の提供を午後7時まで1時間繰り上げます。菅総理は午後5時から関係閣僚らと協議し、4都府県の緊急事態宣言延長について方針を決定します。お醤油買わなきゃいけないんだ。そこで焦点となるのが、休業や時短営業などの要請をどこまで緩めるのかです。しかし東京都は様々な角度からの分析をベースにした認識のもとで、緊急事態宣言の延長が必要だと考えております。今日午後の会見でこのように述べた小池都知事。この前に行われたモニタリング会議では、東京都が新規感染者を対象に実施した検査で6割近くを感染力の強い変異ウイルスが占めたことなどが報告され、感染者の増加への懸念が示されました。小池知事はこう危機感をあらわにしました。緊急事態宣言の取り組みの効果を確かなものにするため、それにはさらなる人流の抑制が不可欠であるということ、なかなか緩めるというその状況にはないという認識であります。また東京都は神奈川、千葉、埼玉の知事とテレビ会議を実施。東京都は緊急事態宣言、そして3県におかれましてはまん延防止等重点措置でございますけれども、これについて延長をすることなど、国に対しての共同での要望をご提案をしたいと存じます。東京都の緊急事態宣言と3県のまん延防止等重点措置について、国に対し今月31日までの延長を共同で要請しました。緊急事態宣言適用から12日というような経過している状況でありますけれども、まだ十分に広まっていない。一方、厚労省ではアドバイザリーボードの会合が開かれました。宣言後も東京や大阪では感染者の減少は限定的で、会合では休業要請など対策についての評価が議論されました。専門家の分析を受け、政府は今日にも宣言の延長などの方針を決める見通しです。今日、大阪府が発表した新規感染者数は747人。ゴールデンウィークだったこともあり、4日連続で1000人を下回りましたが、医療提供体制は危機的な状況が続いていて、大阪駅前の通勤客も緊急事態宣言の延長を覚悟しているようです。病院のことを考えたら延長はやむを得ないかなと思います。もっと適用ちゃんとしてほしいなって、だからそのなんかダラダラするんじゃなくて。午後2時に開かれた大阪府の対策本部会議。医療提供体制も復元の状況にあるということを考えたときに、今回の緊急事態宣言については延長を要請をお願いせざるを得ないというふうにも考えています。大阪府の重症者数は昨日の時点で446人、重症病床の使用率は 103% となっていて、73人の重症患者が軽症・中等症の病床で治療を受けています。感染者全体で見ると10人に1人しか入院できていないことも会議で明らかになりました。こうした状況を受け、大阪府は緊急事態宣言の延長を国に要請することを正式に決めました。延長の期間について吉村知事はこうコメントしました。短い期間ではなかなか難しいと僕自身も思ってますし、そういったことを今国と協議をしていますから、その中で、より適切なものということを国に対しては要請をしていきたいと思います。また今日281人の感染が確認された兵庫県も
午後5時からの対策本部会議で緊急事態宣言の延長要請を決定しました。京都府は午後6時からの会議で延長要請を決める見通しです。こんばんは。私たちも日々新規陽性確認者などのデータをお伝えしていますけど、何かこう数字の受け止め方がより複雑になっているような気がしてまして、例えば検査の件数でいうと東京は少なくて大阪は多い。これは大阪は高齢者施設への集中的な検査数を含んでいるから単純比較できないと言われる。一方で重症者は東京都独自の基準で集計しているのでまた比較できないと言われる。なんかこうなってくると一つ一つこう疑心暗鬼になってしまうようなところがあるんですよね。まあ、ただそれぞれがこう住んでいる自治体の医療提供体制というのはどうなっているのかというのをつぶさに見て、あ、これだけ医療が逼迫しているんだな、私もこう、ね、それをより苦しめないように気をつけなきゃいけないなというふうに言い聞かせるしかないですよね。中継でこのあたりについて後藤政治部官邸キャップです。お願いします。今回の宣言延長は菅総理が当初思い描いていた短期決戦のシナリオを事実上修正する形になりました。そしてその中でも悩みの種となっているのがこうしたですね、大規模商業施設への休業要請の扱いです。複数の政府関係者によりますと、菅総理は当初から百貨店などへの休業要請については感染抑止の効果の点からも懐疑的であったことを認めています。経済的な観点からも宣言を延長した場合は大規模商業施設への休業要請は緩和したいというのが政府側の本音なんですけれども、東京都などの自治体が厳しい措置を求める以上、そうした要望を覆す論理的または科学的な根拠を示す必要が生じます。田村厚労大臣は、大型連休と平日では人の動きが異なるとして、連休後の人の動きに着目した上での緩和策を模索していると示唆しましたが、緩和策が人々の緩みを引き起こしかねないという懸念もあって、政府内では感染拡大への警戒体制を維持しつつどう対策を見直していくのか難しい課題を突きつけられています。ワクチンの接種が進むアメリカ、バイデン政権はワクチンの特許権について一時的な放棄を支持すると表明しました。成人の 56% が少なくとも1回のワクチンを接種したアメリカ、いつかニューヨークでこんな発表が。9月14日にブロードウェイを再開させます。チケット予約は明日からです。コロナの影響で去年3月から閉鎖を余儀なくされていたブロードウェイミュージカルの完全再開、再開は9月14日で各劇場 100% の入場が認められるということです。ちょうどこの日は CDC 疾病対策センターがワクチンの接種が高い水準で進むことなどの条件をつけつつも感染者は7月までに急減するとの予測を発表。こうした中、バイデン政権はパンデミックを終わらせるためワクチンの特許権の放棄を支持する。これまで消極的だったワクチンの特許権の一時的な放棄について、異例な状況には異例な対策が必要だとして支持を表明したのです。ただ製薬会社などは強く反発。誰目やろ。交渉の場となる WTO では全会一致が原則ということもあり、担当の通商代表部も交渉には時間がかかると指摘しています。一方、アメリカの有力紙はこんなコラムを。ぼったくり男爵のバッハ会長とその取り巻きは開催国を没落させる悪い癖がある。コラムは東京オリンピックの中止を促すもので、日本はすでに250億ドルをつぎ込んだものの、海外からの観客なしでの開催で観光収入も見込めないと指摘。開幕まで11週間と迫った今、日本の指導者は損切りをすべきだと主張しています。憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案が午後、衆議院憲法審査会で可決しました。2018年に提出された法案はおよそ3年を経て今の国会で成立する見通しです。賛成の諸君の起立を求めます。
衆議院憲法審査会では商業施設への共通投票所の設置など憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案の採決が行われ自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決しました。改正案をめぐっては自民党と立憲民主党の幹事長が会談し立憲民主党が求める国民投票での CM 規制などについて法律の施行後3年をめどに必要な措置を講じると不足に明記する修正案を自民党が受け入れることで合意しています。国民投票法の改正案は3年前に国会に提出されたもので今回の修正を経て来週11日に衆議院を通過し今の国会で成立する見通しです。森友学園をめぐる公文書の改ざんを命じられ自殺した近畿財務局元職員の妻が国などを訴えている裁判です。元職員が改ざんの経緯を記したとされるファイルについて今日国が初めて存在を認める回答をしました。今日午後5時ごろ大阪市内の弁護士事務所に国からの回答書がファックスで届きました。自殺した近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの妻雅子さんはあるっていうことが分かったっていうことだけでも良かったなと思います。夫が残したものがまだ残ってるんだっていう安心感があります。俊夫さんは学校法人森友学園の国有地売却をめぐる公文書の改ざんを命じられ2018年3月に自殺しました。雅子さんは国と当時の財務省理財局長佐川信久氏に対し慰謝料など1億1000万円余りを求めて提訴。裁判では俊夫さんが改ざんのいきさつを自ら記したとされる赤木ファイルの提出を求めていました。近畿財務局で俊夫さんの上司だった統括官は雅子さんに対しファイルの存在について次のように証言しています。これまでの過去の経緯、この東京からどういう指示を受けて、どういう修正があって、前後、後期、後をきちんとまとめてられる。国はこれまでファイルがあるかどうかを明らかにしてきませんでした。しかし、今日対応を一転させ、その存在を認める回答をしたのです。回答書の中で国は、ファイルには、法務秘密文書に該当する情報が含まれている恐れがあると説明。できる限り狭い範囲でマスキング処理をした上で、来月23日の裁判に提出するとしています。誰が誰を守ろうとしているのか私にもわからないけど、夫に改ざんを促した人の名前はちゃんと出してほしいなと思います。国側のファイル開示で今後、俊夫さんの自殺の真相究明につながるかが焦点となります。ステイホームが呼びかけられたゴールデンウィークですが、自然豊かな河川敷でルールを守らない迷惑行為が起き、問題になっています。黒いペンキで書かれた大きな落書き。岩には2021年5月3日と書かれています。このゴールデンウィーク中に岩に落書きがされてます。落書きが見つかったのは東京・あきる野市の秋川の河川敷の4つの岩。上流には美しい森林が有名な国立公園もある緑豊かな場所です。これはひどいと思って悲しいのと怒りがもうまずは見たときに湧き上がってきました。昨日、落書きがされていることに気づいた近隣住民たちは片付けに追われました。触っても消えない。消えないです。無線ですね。薬品などを使って落とすと生態系に影響を与える恐れがあるため、このままにしておくしかないといいます。他にも焚き火の跡でしょうか。まだはっきりと残っていますね。薪とともに河川敷の石も黒焦げになっています。さらに花火ね、夜遅くに花火、10人ほどが花火を楽しんでいます。ゴールデンウィーク中は騒音にも悩まされたそう。
音量で流してたよ、ね、緊急事態宣言の期間中、市は看板を設置するなどして遊びに来ないよう呼びかけていたにもかかわらず起こった迷惑行為、市は今後の対応を検討しています。今週末は母の日です。母の日といえばカーネーションを思い浮かべる方も多いかと思います。しかしコロナ禍の今年はそのカーネーションを取り巻く事情が例年と異なるといいます。今母の日ということでカーネーションを販売しているんですけど、よかったらいかがですか？もうすぐ母の日、今日からカーネーションの販売を始めたのはお待たせいたしました、牛丼チェーンのすき家です。昨年はですね、新型コロナウイルスの影響で販売予定だったお花屋さんのカーネーションが余っているということもありまして、支援という意見も兼ねてカーネーションを販売しておりました。去年の緊急事態宣言下に始めたサービス、好評だったため今年は早めに花を確保し、全国およそ900店舗で販売します。しかしコロナ禍で花が売れずに余ってしまった去年と今年のカーネーションを取り巻く事情は大きく異なっていました。こちらの農家では、ここがカーネーションの花、見てわかりますか？花の咲いてるのが少ないのがわかりますか？暖冬で花が早く咲いてしまい、需要が最盛期を迎える母の日直前にもかかわらず、収穫量は例年の4分の1ほど。さらにこちらの倉庫ではコロンビアから輸入されてきたカーネーションが集まるんですが、今年は例年の5分の1しか入荷できていないということです。実は国内で流通するカーネーションの切り花は 61% が海外からの輸入品、その多くを占めるコロンビア産の花も減っていました。パンデミックの影響があって、せっかく作ったお花を処分しなければいけなかったということで、今年の母の日向けの定食をするのには戸惑いがあったようです。最大の要因はコロナです。感染拡大によるイベントの激減で世界各地からカーネーションのキャンセルが相次ぎ、作付け面積を減らしていたのです。加えてコロンビアではロックダウンも起きたため、作業にも支障が出たといいます。去年の花余りから一転、花不足となった今年のカーネーション、苦戦を強いられるのは生花店です。品薄になることで価格が高くなる可能性があるとは思うんですが、企業努力で価格を抑えた形でご提供するようにしております。カーネーションの価格は花不足の結果去年よりも高騰、それでもこの店では例年通りの価格で販売しなければ売れ残る可能性があるというのです。しかも大型の商業施設内の別の店舗は今回の緊急事態宣言で休業しているといいます。10日以上の休業になりますので、そういったところではほとんど成果はダメになってしまうので、どうしても捨てざるを得ないっていうのが非常に残念でした。母の日のカーネーション、今年も受難が続きます。千葉市で幼稚園バスと乗用車が衝突して園児3人が怪我をしました。警察は乗用車を無免許で運転していた78歳の男を現行犯逮捕しています。今日午前8時半ごろ、千葉市若葉区の交差点で幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突する事故があり、5歳の園児3人が打撲などの怪我を負い病院に運ばれました。乗用車を運転していた千葉市の香取康雄容疑者は無免許で、警察は無免許過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。香取容疑者は容疑を認め、コンビニに行く途中で警察に捕まらなければ大丈夫と思い運転したと話しているということです。
そうになってきました。高橋優一チャンネル。おととい菅総理に会われたようですが、ああ、なんか首相同棲っていうので、はい、5月4日あの午後2時から同33分まで高橋雄一内閣官房参与って書いてありますね。まあそうでしょう、そうでしょう、そうなんですけどね、はい、なんとこのここのスタッフの人から2時4分に電話があって話し始めたんですけど、なんかビビってなるか、あれ高橋さん電話来てんじゃないよって言われて、出てもいいよって言われたけど、さすがにそれは無理でしょう、出ませんでした。ですぐプチって聞いてね、はい、っていうのはありましてね、総理の、あったところは皇帝ってところでね、はい、で今はまあみんな休みだから、あの官邸はあの事務室はやってなくて、皇帝って言って総理 の官邸の敷地の中だけど、あの本当の総理があの寝食っていう、ね、はい、住むところがあってね、はい、そこだったんだね。だから菅さん自身はまだ議員宿舎にいて、はい、あの国会議員の宿舎、中坂の宿舎にいるから、はい、でそこからあのその皇帝まで来てるってだけだったけど、本店の執務室があるから、まあ、そこの会議室でやったんですけどね。それは結構踏み込んだ話をしたんですか。まあ、踏み込んだっていうかね、うん、経済とかコロナの話についてなんか質問があるっていうか、それに答えるだけですよ。官房参与っていうとね、なんかみんな国会してね、なんかいろんな人がね、これ総理に喋ってくれって頼まれるんだけどね、はい、そんなの無理に決まってるんだけど、あの官房参与の仕事ってね、総理の質問に答えるっていうのが仕事なわけ。総理に意見言うことは仕事じゃないんだよ。だから時々ね、意見言いたい人がたくさんいるわけ、はい、そういう人って絶対に参謀にならないね。みんな俺が俺がって意見言うじゃない、はい、そんな誰が聞くかって話だよ。政治家なんだから、自分の問題意識あるんだから、それにやって自分が質問したい時だけ答えられる。でそうやってね、俺が俺がっていうね、テレビのコメンテーターに限って実はね、質問すると答えられないんだよ。そうするとクソの役に立たないって言われる。あ、だってさ、総理とか力で見ると自分が聞きたいことを答えてくれるのが一番いいに決まってるじゃない、うん、でそんなにそんなの答えてもさ、ロックスも答えられないくせにいろんな、ごたっこも流れるんだよ。本当にね、もうどうしようもないよ、テレビのコメンテーターだからそういうやつに限って自分の意見を言いたい、そればっかりじゃない。そんなやつ、総理のなんか全然いらないんだよ。そんな意見を言いたいやつは山ほどいるから。自分が聞きたいことに答えてくれる人が一番いいわけよ。私なんかプレーン何個もやってるの、やるんだけど、はい、やっぱり自分から意見なんか喋ったことないからね。もう聞かれることに対して答えられない時はあるんだけどね、まあ、大体は答えられるから結構それなりに信頼はあると思うんだけどね、大体意見を言いたいやつってね、知らねえよ、知識ないやつ多いんだよ。だから昨日もね、いろんな質問されるのをね、パッパッパッパ答えるって言ったんですよ。基本的には経済のことに関してっていうこと、経済のことの話についていろいろ聞かれるからね、答えるからね、質問とかそういうのはね、あんまね、二人で喋ってるからね、まあ言わないけど。まあそうですよね。だから、ここに行くでしょ、そしてね、外に出るとさ、まあさ、マスゴミがさ、ぐわーって寄ってくるんだけどさ、うるさいな、大丈夫だって言って言うんですよ。なんかね、大体さ、もともとあれだよね、菅さんは自分の意見言わないと、もう自分的なことを僕は聞くだけだよ。ということなんですよ。まあ、経済対策は主だったけど ね。経済対策は、まあ、していく方向なんですよね。あのだから、もう補正予算っていうので、5兆円の予備分を作ったから、はい、当然困んないんですけどね。でも、まあ、あのいろいろとお金が、あの工面必要だったらね、はい、もっともっと増やしていくっていうことをね、はい、あのこれはずっと毎回言ってますけどね、はい、だからもうあのとにかくね、政府のできることってね、ものすごく少ないわけ。具体的になんかの病院の対応とかそんなのはみんな、うん、あの地方の知事さんの問題だからね、だからその知事さんが困らないように裏でお金をあげるってしか政府はできないんで、それにはそれはだから菅さんもまばにし、あのやってて、政府はなんか対策してるように思うかもしれないけど、実はみんな知事さんがやるんだね。具体的にはしょうがないんで、あの中央政府っていうのは地域の病院の話とかわかんないから、とにかくお金はあげて困らないようにするとか、そういうことしかできないんだよね。その財源はまた国債、国債発行してあの中央銀行を買うっていうことで、まあこれを MMT だとか言う人いるんだけど、はい、違いますけどね。違うんですか。ここもね、
アメリカ大使館の方からね、はい、連絡があって、はい、日本政府がやってることを説明してくれって言うから、はい、するんだけど、はい、で もちろんアメリカ政府の人もよく知ってるから、はい、これは MMT でですかとかいう質問があるんだけど、もちろん違いますよという言い方をしているんですけどね、はい、で、まあ、私なんかだからプリンストン大学ってとこに行ったでしょ、はい、だから、まあ、このやり方は実は20年以上前に私がプリンストン大学留学していた時に、その時に先生だったバーナンキー、そのアトム・ヘルビーの議長ね、はい、が言ってた話ですよと、まあ、そういう意味では MMT なんか最近ちょうちょう出てきて言ってるけれど、それよりもすごい前にあのバーナンキーとか、あとその時に一緒にいたクルーマンなんか言ってた話ですから、あのその人たちの話ですから、MMT とか全然そうじゃないですよ、まあ、MMT っていうのはまあ皆さんご承知でしょうけどって言いながら、まあ、単なる政治的なプロパガンダで人の隔離をしてるだけですから、アメリカの民主党の左系の政治家が、まあ、一部の学者を使って MMT なるものをでっち上げたっていうかね、それで中身自体は実はバーナンキの言ってるような話をまくってるだけですから、だからそういう意味ではあれをね、新理論だって言ってる人はね、はっきり言ってお砂糖知れませんっていうことをあのアメリカ大使館で言ったら、そうですねって言ってましたから、向こうはよく知ってますよ。微妙に違うところはあるんですか？ない、感覚。そうなんですか、うん、だからそれなのに新しい理論のように喋るっていうのが MMT の特色。で時々ね、あの間違ったことを喋ると私がね指摘するんだよね。ちょっと指数引っ込める。あのだから例えば5000兆円出して大丈夫ですって言ったらね、5000兆円出したらこの回インフレ率インフレに高くなりますって言って、総需要と総供給っていうのを概念を持ち出してね、それから照らし合わせると需要がこの回過多になるからこの回インフレになりますって説明するんだよね。そうするとね、あそうですかってすぐやめる。あ、そうなんだ。だから要するに。もう数式がないから全然わかんないんだよ。数式がないから人に言うのをパクってて、そういう世界アメリカも一緒だから、例えばクルーマンとか あと他のバーナンキとか、あの人なんかはこんなの理論じゃないよってはっきり言ってますけどね。それは裏付けになる数字がないから、だってパクリだしさ。だってそれで ある人も言ってたよ、あのなんか数式モデルあるのって言ったら、高橋さんの話ですって言った人いたからね。ああそう、話にならないわ。関係でパクリなんだけど、それはあたかも新しいことによるに政治的に喋ってる人がいるってだけだ。政治的に、そう、新しいもんだって言って喋るってだけだね。だからそんなのアメリカ大使館にも実はさ、もうバレバレ。そうなんだ。恥ずかしいからやめてくれってこのレベルなんだけどね、バレバレ。私なんかそういうのね、あのきちんとアメリカ大使館で喋っていて、だから、ああそう、やっぱりそうですかって、高橋さんはそうね、あのバーナンキさんとお知り合いですからねということを言ってて、はい、うん、私はだからバーナンキと同じような話をしてますから、 MMT とは全く違いますよ、だいたい MMT の人ってね、そのバーナンキのね論文とかね、はい、あとねクルグマの論文なんか全然引用しないで喋ってるから、はい、学問的に不誠実ですねって言ったら、全くそうですねってみんな言ってたよ。そういうレベルです。そう でも日本の人は分かんないから、特に田原総一郎さんなんかよく分かんないからって騙されるんだこれ。だいたい日本のマスコミも分かんないから騙されるんだよ。じゃあ国債出して中央銀行が買い取れば、ある程度の水準までは大丈夫っていう理屈ってことだ。ある程度が分かんないから MMT がダメだって言われてる。私なんかが何兆円出したら、今の GDP っていう、GDP っていうのはどうやって出てくるかっていうと、総供給っていうのがまずあってね、はい、これはだからアッパーリミットだね、はい、それであと需要っていうのがあって、はい、それがあの総供給の数字が一致するぐらいになると、まあ、インフレ率が高くなるんだけど、一般的には総供給まで需要がつかないからインフレ率があんま上がらないっていうので、総供給の数字と総需要の数字を知ってるから、はい、それを計算してやって、どのくらいにインフレ率になるかって計算するんだけど、まあ MMT 社はそういう知恵がない、ね、知恵だから分かんないよね。だから政治的なプロパガンダ。だから、ね、どんだけどの回出したらどの回インフレ率になる、インフレになるかと分かんないから、はい、私なんかだから今回100兆円出してもインフレの 2% には多分出しませんっていう、はい、そうしてるわけ、それでやってるわけ、はい、そこが違うわけだから、はっきり言って MMT の人は政治的に言うけれど、政府の中ではね、使い物なんだよね。こんなのはそうだ、政治的プロパガンダじゃなくて、いくらぐらいまでになったらどうなるか知りたいだけど、そうか、そう、それには言えないから、だからくすぐったんだよ。ということで終わっちゃうんだよね。これは、まあ、アメリカ大使館も同じような認識だったけどね。なるほど。皆
皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで皆さんこんばんは。皆さんこんにちは、ヤオコでございます。今回はですね、ちょっと前に申し上げた中国のですね、南北の違いっていうお話をしていきたいと思います。まあ、古くはですね、南線北馬、南の方はですね、水郷地帯で米をたくさん作っている、移動は船、北の方はですね、小麦粉文化ですね、水が貴重で、で、移動は馬で移動しているということで、あの大きいその中国っていう国ですね、地域によって文化が全然違いますよという話はあるわけなんですよね。そもそも南の方は広東語で全然言葉違いますからね、中国人ですら分からないらしいですよ。ただ習得は早いですね。多分語順とかとは同じなんで、1年ぐらいすると大体分かるようになるらしいですよね。ちなみに上海には上海語というのがありまして、いわゆるその共通語とは全然違う発音なんで、中国語を相当勉強した人でも上海人の言ってることは最初は分かりません。まあ、ただし今の中国では教育はですね、共通語なので、共通語はどこ行っても一応通じると。ですけれども、中国各地の人の発音が正しいかというとそんなことないので、中国行ってですね、発音が下手でもどっか地方から来た人かなっていうふうにね、思われるっていうのもあります。まあ私はですね、上海住んでた時にですね、いわゆる反日暴動っていうのがあったわけですね。で、あれからしばらくはですね、タクシーなんか乗ると暴言吐かれるとか、そういうのあったみたいですけども、私はどうやら中国の田舎の人だと思われてたらしくてですね、つまり中国語で話すと、なんかこの中国語はあんま上手くないけど、どっか地方から来た人でしょうと思われてたみたいで、日本人だからっていうことで何か被害に遭ったってことはなかったですね。で、まあ、今回の話なんですけれども、今回お話しする現在の中国にある南北の違いっていうのはですね、ビジネスについての南北の違いなんですよ。現在中国で起きている現象としてですね、特に若くてですね、条件がいい人、例えば IT エンジニアとかですね、こういう人たちっていうのは結構求人があるわけです。もちろん一般的に言うと中国今就職なんですけどね、いわゆる有名大学を出ている人とかね、IT のスキルがある人とかっていうのは逆に自分で就職先を選ぶっていうことができるわけですよ。まあ一部の本当にこう条件のいい人たちだけですけどね。で、彼らの傾向としてですね、北方ではなく南の方の企業に就職したがるっていうね、傾向が出てるそうです。なぜそういうことが起こるのかっていうのがポイントなんですけども、中国にはですね、まず民間の企業と国有企業っていうのがあります。例えば石油、発電、こういうエネルギー産業ですね、こういうのはもう国が仕切ってるわけですよ。あるいはですね、重工業ですね、巨大な船を作ったりとか、こういうのも昔からある国営企業です。で、こういう企業というのは政府との結びつきがすごく強いので、本拠地が北方にあることが多いんですよ。で、こういう企業を仕切ってるのは誰かって言いますと、共産党の幹部なんですね。で、しかも今問題になってるのは共産党政権の第1代目のボスですね。これの息子とか孫の世代がですね、こういう国有企業とかの上層部を仕切ってると、結局ね、もう世襲制みたいになっちゃってる。ということはどういうことかっていうと、これから社会に出ようっていう若い人たちから見ると、そういうところに就職しても将来性ないなってことなんですね。ちなみに言うと、扱いはですね、公務員並みなので、
くり構成とか労働時間とかっていうところで見ると結構いいわけですよ。今中国の民間企業ではですね、もうほぼ休みなくね働く労働強度がすごくてどうなっちゃうのっていうふうに言われてますけども、公務員とか国有企業はですね、そういう面では楽ですけれども出世の見込みはないと。安定した収入でずっと行くっていうのを目指す人がそっち行くわけですけど、若くして能力あるって言われてる人たちはですね、それ選ばないんですよ。安定しているってことの価値っていうのはある程度年齢いってから分かることなんでね、若い人たちはね、安定してるよって言われてもいやいやいやと、俺はそんなんじゃ満足できんと、将来は金貯めて起業するんだとかね、そのぐらい思ってる人たち多いですから中国では。そうなると民間の企業が多い南方を目指すと、そういうことなんですね。つまりですね、北方で条件のいい大企業というと昔からの国営企業で、内部の組織はもう官僚組織になっている。共産党内部で出世しないと上行けないんだけど、もう昔からのボスみたいなのがいっぱいいてですね、出世の見込みはあんまないよと、すぐに頭角を現すことはできないということでですね、共産党組織がガッチリ入っているそういう国有企業ではなくて民間の企業に入って頭角を現したいと、で、なんなら自分でも起業したいっていうような人は南の方に行くわけですね。就職先として南方が人気があるので、さらに先取りしてですね、学校自体、大学自体も南の方の大学を選択するっていう人も多いようです。ちなみにですね、中国では地域ごとの GDP っていうのが発表されてるんですね。まあこの数字自体も各地域の競争なのでかなりお化粧されてるとは言われてますけども、一応どこの地域が GDP が多いのかってことで比較できるわけなんですけども、上位の10の地域っていうのは北京を除くと全部南方なんですよ。最新のデータはそうなってると。で、これはですね、北方の方がコロナがひどかったからっていう説明もあるんですけども、実はこの傾向って2013年、つまりコロナ以前から続いてる傾向なんですね。中国の北方、特に東北部って言われてるところの経済っていうのはね、どんどん悪くなっている。そして現在はですね、天津とか山東省の経済もいまいちというかね、悪化しつつある。調子いいのは南方の方、そして北方では北京はまあまあいいかなって感じなんですね。なぜかっていうと、これがさっきの話に、結びつくんですけども、昔からの国営企業が仕切ってるような地域っていうのはですね、経済が停滞してるってことなんですよ。要するにですね、経済の発展と政治っていうのはやっぱり結びついてるってことなんですね。強力な独裁政権が仕切ってる方が発展するのかっていうと、そうでもなくて、やはり自由な発想、自由な経済活動があった方が経済は発展するということがですね、中国の内部でも分かるわけですね。じゃあ北京はどうなのと、北京っていうのはもうその共産党の牙城じゃないかと思われるかもしれませんが、実はですね、北方の都市で北京はですね、 IT 系の企業が非常に多い地域なんですよ。つまり小さい企業がいっぱいあるんですね。ここが北京の経済を回してる。これっていうのは南方も同じで、 IT あるいは IT と結びついた金融ビジネス、さまざまなサービス業、こういう企業というのは南方に拠点を置いていることが多いんですね。まあ、さらに北京はですね、特殊性がありまして、これはもうもしかするとね、日本にもあるかもしれませんが、中国っていうのは独裁政権であり官僚支配の国ですからね、大きい商売するときには必ず許認可が絡んでくる。その時にですね、北京での人脈を使うわけですね。なので大きい企業はですね、北京にオフィス持ってて、そこを拠点にですね、共産党幹部との人脈を機能させていくわけです。まあ要するに一緒に飲み食いすると、で、場合によっては利益供与すると、こういうことってメールでやり取りとかしてたらですね、敵対勢力に抜かれちゃうかもしれませんからね。中国では共産党内部での政治闘争って日本で思われている以上に非常に熾烈ですからね。足の引っ張り合いですから、やっぱり直接会って話しないとやばいってわけですよ。まあ日本でも東京一極集中の一つの理由はですね、霞が関との話しつけなきゃいけないからっていう説もありますけどね。ただこれ昔言われてたことで、今どうなのかよくわかんないですけども、まあ中国ではもう完全にそういう感じになってるわけですよ。なので接待するためのレストランとか、あるいはね、いろんなものを送ったりするんで、特殊な経済が北京にはあるんでしょう。
ということでまとめますと、大雑把な話なんですけども、中国ではですね、北方というのは共産党が経済もがっちり仕切っていると。なので人脈経済、共産党内部でいろんなことが決まっていく。それに比べると南方はですね、比較的新しい産業が多いんですよ。IT とかサービス業とか、こういうところももちろん共産党の許認可っていうのは絡んできます。官僚組織というのはいろんなルールを作って許認可を必要とし、それをマネタイズするっていうねことをやりますからあるんですけども、ただですね、その共産党の超この上のね上層部と話しつけなくてもね、現場でちょっとなんとかすれば解決できるレベルの話が多いっていうわけですよ、南の方は。なので若い人が会社を作って新たなビジネスを始めました、許認可の問題が起こったとしてもですね、地元でまあなんとか処理できるレベルっていうことですね。北方はですね、巨大企業ですからね、利権としても非常に大きいんで、昔からのぶっといコネクションが発動しないとですね、いろんな問題が起こっちゃうと。そういうのを中国人自身も嫌っててですね、優秀な人材ほど南に流れていってですね、南北の格差が開いてると。実際にその GDP の差っていうのが出てきてて、東北部っていうのはもう完全に中国経済にとってはお荷物になっちゃってるわけですよね。これっていうのは社会のあらゆるところ、経済も含めて共産党がもう仕切らずにはいられない、自分たちの言うことを聞かせたくてしょうがないって、こういうことやってる結果なんですよね。やっぱりある程度自由にやりなさいよっていうふうにやらないとですね、経済は発展しないんですよ。なので IT 企業に関して言えばですね、バックにいる資金源はまあ誰かは置いといて、ジャック・マーとかポニー・マーとかね、会社を作った頃は若手ですよね。こういう人たちに自由にやらせてですね、共産党があれこれ言ってなかったわけですよね。もともとですね、昔はなかった産業ですから、昔の重工業に比べると結構自由にやったわけですよ。それがもうものすごく大きくなったんで、もしかすると豚は太らせて食えなのかもしれませんね。ここまで育ったから、じゃあ今度は俺たちがもらおうかっていうことで IT 企業に対する規制が強まってるのかもしれない。ただそのバックには候補2代と言われる人たちがついているわけで、共産党内部に習近平政権に取られると、俺たちが育てたこの習近マシーンがね、国に取られちゃうじゃないかと、それは嫌だねっていう勢力と、共産党が取り上げちゃいたいと思ってる人たちのバトルがね、発生していると、それが今の状況なんじゃないかなと思ってますね。ということで、あまりにもね、国家が介入しすぎると経済発展っていうのは阻害されてしまうと。日本にもちょっとねそういうところあるのかもしれないので、中国経済のですね細かいところを見ていくっていうのは日本のことを考える上でも無駄ではないと思いますよ。ということで今回の話はここまでです。また次回お会いしましょう。シャーク。そしてこんばんは、及川理沙です。今日のテーマはアメリカ人の税金4億2000万ドルが中共系企業へということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。今日の内容は大変な内容です。アメリカ人の税金、4億2000万ドルというと日本円で400億円以上ですね。とてつもない額のお金が、税金がなぜか中国の企業に流れていたというのが最近発覚しました。アメリカでもこんなことが起きているとしたら、我が国日本ではというふうに考えたので、今日この動画をアップすることにしました。これ最近の話なんですが、5月の1日、ジャスタニュースという保守系のメディアが報道しています。PPP という昨年からアメリカがこのパンデミックで、特に中小企業とか個人事業主が苦しんでいる、その救済のためのローンですね。その救済ローンの大きな予算を組んでたんですけど、そのお金がアメリカの中小企業や個人事業主を救うためじゃなくて中国系の企業に流れていたんだという話です。これはジャスタニュースというメディアのですね、
週1回こういう賞を選んでたんですね。金のバデー賞っていう、ゴールデンホースシューアワードっていうんですね。ホースシュー、あの馬の靴、馬蹄ですね、こういうなんかあの悠々の字のようなこの、金の馬蹄賞っていうのを、毎週選んでいて、どういうものかというと、政府によるとんでもない税金の無駄遣いの賞なんですね。ちょっと不名誉な賞なんですけど、これなんで馬蹄かというと、80年代にアメリカの米軍の軍用機の飛行機の中のトイレが640ドルもかけた馬蹄系にしてたっていう、なんかそういう税金の無駄遣いがあったというのが新しくて、まあ、そこからなんちなんだ名前らしいんですけど、今週のこのジャスタニューズが選んだ金の馬蹄賞、それがアメリカ政府の中の中小企業庁と、財務省に捧げる、どういうことかというと、昨年のパンデミック救済大型予算、この予算をアメリカ企業ではなく、中国共産党 CCP 中国共産党関連の企業に4億2000万ドル提供していた、このことになっているんですね。で、先ほどあの申し上げたように、このパンデミック救済大型予算の中でペイチェックプロテクションプログラムっていう PPP というのがあるんですね。これは中小企業の救済プログラムなわけです。で、中小企業個人事業主、自営業個人事業主非営利団体を支援するの でこのプログラム自体は9530億ドル分の融資枠を設けたんですね。で、ただホライゾンという名前のアメリカの、まあ、民間団体、これはコンサルの企業なんですけど、この会社がですね、この PPP 融資が中国共産党系125社に渡っていたということを発見したんです、この会社が。で、それが今ニュースになっているんですね。で、その中国系企業に渡った金額というのは推定で、少なくとも1億9200万ドル、最大4億1900万ドルだっていうんですよね。で、このようにこのアメリカ人の税金がこの国の予算になってるわけなんですが、このアメリカ人の税金が中国の企業に渡っている、これは今回が初めてじゃないっていうんですね。過去にも起きていた、それは十数年前のリーマンショックの時、この時も中小企業が危なかったわけなんですが、その時の予算はやっぱりアメリカの中にある中国共産党系の企業に守ってたんだと、だから初めてじゃないっていうことなんですが、その中国系企業ってどういうものかというと、まず、軍事企業、人民解放軍と関係しているという、それから半導体系の企業、そして中国系のメディアだったんですね。まあ、他にも中国系の自動車会社だったり、なんか飛行機を作っている会社だったり、まあ、いろいろあるみたいなんですが、そもそもこの PPP、中小企業を支援する、救済する融資なんですが、これは足りなかったんですね。相当大きな枠を用意したわけですが、やっぱり今回のパンデミックを苦しんでいた、アメリカの中小企業というのは数が多かったので、全体に行き渡らなくて足りないという声が多かったんですが、まあ、その結果、結局倒産してしまったところもたくさん出たわけです。ところが、その一方で中国系の企業になんと渡っていたと。で、このことに関して、これはもうアメリカ議会の責任が問われています。本来議会が、これ議会が決めた予算なので、こういう予算というのは、大統領が決めるんじゃないですか。議会が決めるんです。で、議会が決めて大統領が承認するものなんですね。もちろんその前の段階で話し合うんですよ。ホワイトハウスと議会が話し合うんですが、これはもう基本的に議会主導で決めたやつなので、その議会がちゃんと見てなきゃいけなかった。中国がこの PPP 融資を盗むっていうことに議会が気づかずに監視を怠ったということが指摘されています。で、さっき のホライゾンという会社がその指摘してるんですけど、で、さらに特に人民解放軍系、こういう企業が盗み取っていたということを見抜けなかったというのは致命的だったと言います。これ、なんといってもアメリカの敵対国です。アメリカに向かってミサイルを、照準を合わせている国です。そういう国にアメリカ人の税金の予算が渡ってたという、もうなんかありえないことなんですね。で、このことに関して、これは5月3日のエポックタイムズですけど、マルコ・ルビオ上院議員、マルコ・ルビオ上院議員が、この PPP の、改正案というのを昨年の12月に出してるんですね。実はこれ、さっきのジャスタニュースの記事は5月の1日ですけど、これ、昨年から発覚してたんです。一部の、本当に一部のメディアが昨年報道してたみたいなんですけど、ルビオ上院議員は、昨年の12月にこれはまずいということで、この PPP の改正案を出して、中国系企業に渡らないような改正をしたんですね。で、その上で、昨年の12月、トランプ大統領はそれに署名してるんです。ですから、今のところ一応止まってるんじゃないかと思います。で、先ほどホライズンという会社が見つけたって言いましたけど、さらにこれはオープン・ザ・ブックスっていう、これ非営利団体ですね、アメリカの。この団体、これその団体のホームページなんですが、この団体がちょっと変わってて、政府、アメリカの中の、連邦政府から各地方自治体の州政府であったり、地方政府ですね、すべてのレベルの政府のすべての支出を、このオンラインで、
閲覧できるようになってるんですね。掲載してるんです。でこれはあのこのオープンザブックスっていうこの団体が、政府だとか州政府に、情報提供を、まあ、要求するんですね。これあの法律上できるわけです。であの要求した分の情報は、政府は出さなきゃいけないので、その出させた情報をこの中で、この、まあ、データベースみたいな形で誰でも閲覧できるようになってるんですよ。でこれによって政府の透明性っていうのを、まあ、作り上げるということ、そういう活動をしている、非営利団体なんです。でこのオープンザブックスっていうところが人民解放軍で、中国の人民解放軍の関連の企業はアメリカの政府の資金を合法的に盗む抜け穴、これを知っているんだというふうに指摘しています。こういうこの抜け穴があるんですね。そこをちゃんと知っていて、特にこの人民解放軍が、人民解放軍ってさまざまな企業につながってますので、その、まあ、実質人民解放軍ですけど、そういう企業が、中国の企業が抜け穴を通してアメリカの予算を盗んでいく。でということを知るとですね、日本のパンデミックの同じように救済予算というのが去年から補正予算で出てるわけなんですけど、これが一体大丈夫なのかというふうに思わざるを得ません。ここで明らかになったのが、中国共産党というのは、そして中国人民解放軍というのは堂々と、まあ堂々とではないですね、こそこそとアメリカや他国の、国の予算を盗んでいくんだと、そういうことをやってるんですよ。でそれがよくわかるんですよ。でこういう意識で、さっきのルビオ上院議員みたいに、予算をきっちり、抜け穴がないようにしないと、次々とこの中国共産党、中国人民解放軍に我々の税金というのが取られていく。そしてそれが、そのお金が日本とかアメリカを狙う武器のお金になっていくという、こんな馬鹿げた現状があるということを知らなければなりません。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。ざわめく時間の切れ、本日も吉本の中ファン YouTube 劇場をご覧いただきまして、
ずっともう今日までずっと住んでるというか。あ、そうなんですか。赤井さんは、はい、あれ関西出身ですか。そうです、はい、もともと京都出身で、はい、で吉本の大阪の NSC に。え、誰と同期とかなんですか。そうですね、江原正弘とか、あと石橋肌がっていう人が大阪の NSC に一緒で、はい、この京都だとあのですよ。あ、はいはい、はい、と今天の方ですか。そうです、そうです、はい、この中学生ですね。あ、一個上、一個下ぐらいのどこら辺の世代ですか。一級上は、ムーディー勝山さん、はいはい、で、一級下がジャルジャルとか。ああ。だから僕らの期って大阪24期なんですけど、はい、で東京7期なんですけど、はい、本当に自作の都市って言われてて、はい、で、江原がもうちゃんと言ってますけど、はい、まあ、もう中とかですよ、僕はって言ってるんですけど、なんかちょっと特殊なピン芸人が、はいはいはい、なんかの大会のファイナリストに残ったりとか、はい、コンビではあんまりいない時期ですね。あ、そうなんですね。今は仕事的にはどんなことが中心なんですか。今も仕事が全く皆無です。あ、そうなんですか。はい、もう僕、アムロの衣装って、はいはい、出たことあるんですけど、はい、今年多分4回くらいしか来てないと思うんですよね。あ、まあ、コロナも含めてどうですか。コロナも含めてですし、あと、はい、ちなみに年齢的にはいくつなんですか。今僕、47です。あ、だいぶ遅くから芸人始めたんですか。そうなんですよ、はい。あ、そうなんですね、はい。そもそもどこ出身なんですか。京都出身。あ、どの子だったんですか、そもそも。そう、芸人になりそうな子ですか。いや、おとなしかったと思います。父親、母親で兄が、はいはい、で、僕の4人家族。はいはいはい、はい、はい。子供の頃から芸人になりたかったんですか。いや、全然そんな子供の頃は思ってなかったです。あ、じゃあ本当に特にお笑いを増やすということでもなく。そうですね、でもお笑いがめちゃくちゃ好きだったんですよ。あ、でも好きではいたんですか。はい、まあ、もちろんダウンタウンさんの番組を中学生の頃に、はい、夕方4時ですよだっていう番組やってたんですけど、はいはいはい、なんて面白いんだろうと、はいはいはい、思いまして、そっからもお笑いがめちゃくちゃ好きになりました。あ、じゃあ目指してないけど別にめちゃくちゃ好きだったんですね。はい、へえ、それで、はい、父も母も、はい、兄からも、はい、そうですね、あの何かあったら暴力を聞きなどいるか。あ、お兄ちゃんも含めてですか。あ、そうです、兄もひどかったですね、ライブ。お兄ちゃん何個上なんですか。まあ、4つ上です。何もしてないのに殺されるみたいな。ご飯の時に、はい、食べ方が気に入らんっていうので縛られたり、まあ、はい、そんな不条理だというか。父はなんかあんまり子育てに関与してなかったというか、はいはいはい、でも母がやっぱり兄貴が2人にこう全部なんか愛情を注いでたみたいな感じは。それどうやってさばるんですか。だから自分はまず物を買ってもらったことがないですし、小遣いももらったことがないんですけど、兄貴は毎週お使いで、毎週、はい、家計的にその苦しさはそこだともなく、でもないと思うんですけど、ただあかん、あんたはあかんっていうだけで、はいはい、でも僕も小さい時、これが世の中全部そうなんだ。あ、長男が大事されるんじゃない。はい、でも苦しかったって、ほんまになんで僕、はい、見てるんやろみたいな。理由はあるんですか、お父さんとお母さんからそういうことすっかしてた。理由は何なんですか。僕はもう全く分からなかったですね。それ小学生。小学生ですね、はい。中学校に上がった時はそれは変わってくるんですか。中学に上がってからの方がより兄から母親から高くなって、はいはい、今まであんまりその子供を育てに関心がなかった父親が、はい、たまねぎ僕が不憫だって思ったのが、はい、味方をしてくれたんです。はい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 、まあ、この瞬間に、はい、母親がもうお父さんとは離婚するとか言い出して、えで、はい、母と兄、僕と父親みたいな構図が、はい、そのじゃあ対立しちゃったんですか。そうですね、はい、そのかといって僕は父親からも子供の頃からしばかりしてたので、はい、僕はその父親のことを味方してくれたけど、子供の頃のことがあるので、はい、不教師というかしてたんですけど、一応でも2の構図というか、これ別れとはいつつ本当に別れるわけではなく、そうですね、はい、じゃあそのあんたのせいでこんな家族が問題になってんねんでっていうふうに責められました。母親から。でも血は繋がってるんですね、そのお母さんと。そうですね、はい、それは繋がってると思う。すごっ、不思議。
じゃあそういうような生活した時に、はい、何が楽しみなんですか、その生きててというか小学校、中学校とか。その時はやっぱりガンダムがめちゃくちゃ好きで、はいはいはい、小学校2年生の時に、まあ、兄が、はい、引っ越してもらってたんで兄が買ってきて、はい、僕のものにはならなかったんですけど、それでガンダムを知って、はい、であのガンダムテレビでやってるのをテレビにかぶりついて、はい、ガンダムがもう生活の中で1位になっていたというか、はい、はい、そうですね、アンドラのお真似事を、僕の時から友達はみんなガンプラ持ってくるんですけど、はいはい、僕は持ってないので、その時からアンドラの主人公がいるんですけど、はい、アンドラとしてなんか遊びに行ってます。あ、でもその時から真似してたんですか？はい、もう体験ごっこするのが大好きで、その頃から、ガンダム前はなんかデビルマンとか、はいはい、そういうのをなりきって、なんか遊んだりするのが大好きで。あ、なるほど、じゃあ自分がおもちゃ持ってないから、はい、キャラになりきって。そうです、はい。へぇー。それでじゃあ上手くなってたとこですか、そういうアングラのモノマネとか。どうなんですか、僕モノマネをこうやってるっていう。はいはい。あ、そうなんですか。はい、ただただ再現ごっこです。へぇ、普通に今の声も似てますもん。あ、本当ですか。なんか、お前さ、こんな地声も似てるんだと思ってさ、多分、女性に古谷徹さんとなんか、あれが見れるのかって。あ、骨格とか生態とか。はい、で、小学校4年生か5年生の時に、はい、電波大戦っていうアニメの映画があったんですね。はい、で、それを友達と2人で見に行って、小学校で2時間に、はい、その映画の一番最初から最後までを、はい、再現ごっこやったんです。え、映画分2時間分ですか？2時間分の。だから、休み時間に短いんで、はい、最初から最後までを名乗って、で、2時間か3日ぐらいかけて、その映画を再現とかしてたんですよ。で、その時に主人公の、はい、アンナ・ジョーのセリフを言うのがすごいしっくりしてて、はいはいはい、なんでやろうなと思ってたんですけど、それは大人になってから知ったんですけど、その古谷徹さんで、アムラの声優さんがその東城をやられてたんですよ。ああ、じゃあそっか、好きな、はい、そのキャラの一緒の声優さんだったってことですね。兄がかっこいいところに入って高校、はいはい、で、同じとこ行けって言われて、僕、もともとそんなに成績良くなかったんですけど、はい、まあ、ある日突然兄貴が、はい、僕の成績を見て、はい、僕の部屋にダーって入ってきて、出発に縛られて、え、すぐオール3ぐらいかけてたんですけど、はい、オールが取らへんかったらお前次どうなるか、そこ以上のことになると思っとけよって言われて、で、僕そっからほんま泣きながら勉強とか頑張って、はい、ほんまにオール5取ったんですよ。あ、恐怖か。恐怖か、はい、あいつと同じ学校に入れって言われて、はい、で、僕は母親に嫌やって言ったんですけど、はい、母親がそこ以外やったらもう学費とか一切払わへんで、で、仕方なくというか、はあ、で難しいから先生とかからにも、お前の先生ではそこには入れへんって言われてたんですよ。でもまあ試験受けて、はあ、結果、まあ、受かって、はあはあ、その学校へ行くことになるんですけど、はあ、結果その学校に行っても、はあ、勉強にしたりついていけず、はあ、他の1年でやめる。あ、中退するんですか、高校。その1年に辞めて、はい、で、公立高校に、はい、あの1年遅れてまた入学したんですよ。あ、じゃあ高校留年するんですか。そうです、はい、高校留年なんていうのかな。まあ、そうか、一回、あ、その学校は、私立私立だか、いえ、国立の、国立に行ってたんですか。はい、国立の学校で、5年生で高専ってことですか。そうです、高専。あ、完全に寮に入るんですけど、はい、まあ、寮に入ったら、自由に勉強なんか一切しなくなって、はい、で遊びを受けて、で全部一学年1位から1番目まで成績を張り出されるんですよ。はい、1年間ずっと出てやって、でこれは無理だなと。で途中やっぱ兄貴まだ5年生だったんで、そのあ、そうか、4個違いでも一緒にいるわけですね、学校に。で、まあある日夏過ぎくらいか、寮に僕が住む寮にダーッて乗り込んでいって、はい、ダーッて連れ出されて、なんか下宿みたいなとこ連れて行かれて、そこで一応勉強をやれみたいな感じでやらされたんですけど、でも結局これでもずっと席次は出でやったんで、もう辞めるってぐらいにやりました。でもまあ1年遅れてその公立高校入って、はい、兄は
の寮生活やったり下宿生活してるので家にはいないので、もう家パッツおーそっからもう何言われても聞くも知らんっていうで、はい、通報してました。じゃあご両親が攻撃みたいなのを受けつつ別にそれを、はい、無視するようなことですか。そうですね。でもたまに兄貴が帰ってきたら母親がお前、母親に対してこんな口の利き方してほしいなみたいな感じでガーってやるって言ったんですけど、いや、そらお母さんがこんなことをしよったからみたいなパートっていうふうに反抗してきました、ね、でも、しよったからやって言ったら、しよったからって誰のこと言うてんねんって、もう論点をすり替えて、とにかく僕を押さえつけるみたいなことは変わらず。で一流とか1年遅れた高校生活の3年間は、はい、そのまま過ごすんですか。それとか中学の時に同級生やった友達たちは一つ上の学年にいて、僕が1年生に入った時に友達だった時で、中学の時普通に友達やったから、あの普通に2年生のところに休み時間遊びに行くんですよ。はいはい。ならすごいよそよそしいですね、その中学の時の同級生とか。いや1年だからみたいな感じで、僕中学の同級生とは喋らず、新しい学年、自分が入った学年の人らと通用になって、だから中学の時の同級生の友達はもう一人もいなくなったというか、はい、ああ、言うとしたら学年が変わっちゃったっていうこと。そうですね、多分学年が違うからだと思います。なんか逆にその1校への状態でその高校1年生のクラスに入ったらどんな感じだったんですか。そんな何にも気にせず、その同じ学年の人たちまで欲しいんですけど、それに関しても何のあれもなかったですね。僕の方が年上やとか落ちたら思わなかったですし、普通に仲良く過ごして高校さんとかは過ごしました。何ですか、高校卒業。高校卒業して一応就職をするんですけど、で京都の中央市場、中央卸売市場、市場ってあるんですけど、はい、魚の鮮魚のところで働き出して、はい、朝2時とかに起きて、はい、3時に店開けて、で魚並べて、はい、魚売れたら運んでみたいな、はい、でお昼頃終わって、で夕方から居酒屋でバイトしたりして、でまた朝中央市場行ってっていう。肩持ってたんですか。はい、そうですね、はい。それはなんでその働き方なんですか。なんか時間がもったいないなというか、はい、おでみんな働いてる時間に僕は終わってしまうんで、でなんか料理とかやりたいなと思って、居酒屋でバイト、周りの人らも居酒屋でバイトとかしてたりしたので、おお、はい、家は実家の状態でそのバイトスタートするんですか。あ、そうです、はい、それはそうです。おでもう家では高校の時ぐらいから一緒にご飯とかは食べずに、高校の時もバイトしてたんですけど、そのバイト代でなんか買ったり大きい買ったりして、お部屋で一人で過ごす感じですね。家の中で別々に。じゃあ、なんかちょっとこう家庭内別居の子供版みたいな。そうですね、はい。で実際父親と母親もこう家庭内別居状態だったので、家族全員がもう、あ、それぞれそれぞれ、はい、その活動をしてみたら。そうですね。でもそんだけ働いてれば、その家からなんか出る資金ぐらいはなんか集まるんじゃないですか。そうですね。でそれで4年ぐらい働いてた時に、ある日、中央市場で卸売りなんで、居酒屋とかやってる大将とかが買いに買い付けに行ったりするんですよ。魚屋さん、町の魚屋さんが買い付けに行ったりもして、そういう人らに社長にならない意味ないぞみたいな感じのことをずっと言われ続けて、でじゃあ僕もあのやりたいなと思って居酒屋をやろうと決めて、そこから貯金頑張ってして、で物件とか自分探して、でもまだその時22とか3とかやったんで、はい、全然もう相手にされずに、はい、やったんですけど、はい、父親のメインでその物件、はい、ちょっと買いたいんだけどって言って、はい、僕はこんだけお金があるんですけどって言って、で居酒屋を23の時に京都で始めることになりました。すごいですね、23年で独立してるんですか。そうですね、居酒屋で、はい、何系の居酒屋なんですか。いやもう創作料理ですね、僕のホテルの中華料理のレストランで働いたりとか、居酒屋で働いたりとかの、それの全部を自分が覚えてきたものを出してました。まあ、ありがたいことにお客さんがめちゃくちゃ来てくれて、はい、すごいいい感じで、
感じをしてましたね。従業員って何人だったんですか？僕とあと、まあ、アルバイトの人、まあ、2人で回すみたいな。カウンター7人の、テーブルが、4人掛けが3つの、まあ、小っちゃい居酒屋だったんですけど、ちょっと大変でしたけど、ね、忙しい時はそれでなんとか、売り上げ的には、はい、でも最初から赤字じゃなかったんですか？じゃないです、はい。まあ、それなのにめちゃくちゃ儲かったっていうわけでもないんですけど、でも、あの全然すごい繁盛してました。苦しいとかは一切なかったです。それどんぐらいやるんですか？それをまあ3年ですね、3年やるんですけど、で、そうしてるうちに、まあ、父親が自分の店にあの常連として来るようになって、はい、で母親と仲が悪いっていうので、頼り婚したらっていうのを僕は常に言ってたんです。うん、で、いやいや、でも、離婚したらお父さんは、あの、のたれ死にするだけやみたいなことがあって、で、お金も自分が今まで稼いでいたお金も全部お母さんに渡したし、退職金も全部お母さんに渡したし、で、まあ、年金で父親は家で生活してるみたいな状態なんですけど、だから離婚はできへんみたいなことを言ってたんですけど、ある日めちゃくちゃ酔っ払って父親が僕に住んで、お父さんもお母さんとはもう怖い、あの、もういなとか、それで俺とお母さんに一切元気をし、もう子供が財産分与だけはちゃんとしてたんで、あの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 、弁護士になるから、ちゃんとしてやっていくから、いや、分かる、お父さん弁護士につけようと思ってるって言って、で、その3日後に首吊って死ぬんですよ、父親が。え？なんか、僕もえってなっちゃったんですけど、はい、でその時僕は家に住んでなかったんですけど、父親と母親が、まあ、実家で住んでて、で、店に母親から電話かかってきて、はい、すぐ帰ってきてみたいな、こうなんか泣き叫びみたいな感じで、で、帰ったら、まあ、その、まあ、そういう形で父親がいて、まあ、救急隊員とかも、まあ、そういうの来てなんですけど、もう亡くなってるっていうので、まあ、警察とか来て、まあ、そのこれ何か分からなかったんですよ、その結婚するって決めて、で、もうあなたたちとは僕は縁を切りますって母親に言って、お前がお父さんを殺したのぐらいもバーってなって、で、僕はもう自分の店をやるだけやから、ご財産分与も一切僕はもうあなたたちと関わりたくないから一切を放棄しますって言って念書を書いて判をして渡したんですよ。で、そっから1ヶ月くらい経った頃に兄貴から電話かかってきて、店にで遺産相続の話になるって言って、いや僕いらんって言いましたよね、と言ったら、いやお前の店お父さんの名義なんで接種関係あるって言われて、で、分かりました言って、その日で店を辞めたんです。そういう辞め方ですか？はい、何年かやってて自分でこう築き上げたお店を手放すのは、はい、もちろんその遺産で面倒くさいことになるわけですけど、葛藤がなかったですか？もうなかったですね。もうなんか、あ、そんなこと言うんやと思って、その僕が、ね、一生懸命やっていたお店のことを、いや、その気はねえけどよこせやみたいなことを、そんな風に簡単に言うんだと思ったら、なんかこうパーンってなんかが吹っ切れたというか、はい、もう、あ、わかりました、じゃあやめますってなりました、その時は。今まで、はい、はい、お兄さんとかお母さんとかどんな店主さんとか、どんな、それを発見した瞬間はパニックになってましたけど、で親戚ばって集まって、うちの父親の四十九日とかやるってなったときに、母親は心臓発作で死にましたって親戚全員に言ってたんですけど、僕は親戚全員に、実はこうこうこうで、こういう形で亡くなりましたっていうことを全員に言ったんですよ。そしたら、なんか親戚はみんなお母さんの味方になって、僕だけが頭おかしなって、なんか言うてるみたいなふうになって。でなんかそこでも僕は、ポケモンとポケモンに入るっていう形になったので、まあこれはもう、ほんまにこの人たちと関わりたくない、理由だと思って。お兄さんまでその、なんていうか、その心臓発作みたいなことを言うのは、そっち側なんですか？はい、でもまあ、
首吊って死ぬかっていうのは知ってるんですけど、そんなこといちいち言うことちゃうやろって周りの親戚とかが言い出したんです。お前は卑怯やみたいなまで言われたんです、周りの人が。で、なんかその意味もちょっと全然わからなくて、父親はもともと新潟出身で、兄弟たくさんお姉さんとお兄さんとかいらっしゃるんですけど、もう全然東京に住まわれてたり新潟に住まわれてるので、普段全然接点がなかったんです。でも中の葬式にはわざわざ来てくださったんです。でその時になんか父親のお姉さんの様子がおかしいなって僕は思ってたんですけど、後に聞いたんですけど、僕はその人たちにも実はあれは首吊って死んだんですっていうことを言った時によく言ってくれたね、ありがとう。実は亡くなる2週間前にお父さんは姉のところに泊まりに来たと。で新潟に京都から来てるのに荷物を全く何にも持たんと手ぶらの状態で来た。で、どういうことや、あんたの奥さん何してんやん、何を持たさんとみたいな。いやいやいいんだよって言って、でその時に父親がなんかいろいろ世話になったねみたいなことを言い出して、はぁ何言ってんのってなってて、でその2週間後に食いついて死んだんで、いやもう心臓発作だって言われてたんですけど、自殺っていうのは分かってたっていうふうにおっしゃってて、でそれを調べようと思ったんですけど、どうかとかとかで言われてもよくおさんみたいに言ってくれたなみたいな感じで、父親はそんな前から死ぬことを決めてたんだなみたいな、そんな前言うても2週間とかなんですけど、で父親はもう多分我慢できんようになって死を選んだんやったら、なんか我慢しながらこれから俺はなんか生きていくのも嫌やなと思って、それからまあ死んだらええか、でもまあ今まで店やってて、あんまりお金使ってなくて貯金が少しあったので、とりあえずじゃあこの金を全部使って亡くなったら死のう、でそのお金を持って今東南アジアで旅行ってたんです。それ何歳ですか？それが26です。札束だけ入れて、それがなくなるか、もしくはなんか首すんのにどっかでもあればゆっくりロープだけ入れて、あ、もう入れてたんですか？はい、そうです。東南アジアです、ここで旅だったというか、まずはタイに行きます。何ですか？タイだもうとにかく泊まって美味しいも食ってるだろうですか？放浪してるんですか？心ですね、もう本当に毎日何のために人間は生きてんじゃろうっていうことだけ考えて、で酒飲んで、で海国内をずっと移動しながら半年ぐらい、半年、はい、歩いて移動するって、いや、バスとか電車とかいろいろ交通手段使うんですけど、でミャンマー行こうと思って船に乗ったんですよ。はい、旅しても半年ぐらい食べたんですけど、はい、ちょうどゴールデンウィークを利用して、はい、一人旅に来てるなんか OL さんがたまたま僕の横の席になったんです、はいはい、で、いいですねみたいな、そのずっと放浪の旅してるんでしょみたいな、はい、私はもう仕事でやっとゴールデンウィークでヤンマーいるんですって言ってはって、半年間携帯もそのなんかコンピューターとかも一切触ったり、うん、携帯も持ってなかったので日本の情勢っていうのを一切知らなかったんです、はい、なのでその方に今なんか日本で変わった出来事とかありますかって聞いたら、はい、ダウンタウンのまっちゃんがドラマに出てるのって言われて、はい、それがと衝撃を受けたというか、そのドラマを見るために帰ったんですよ。なので友達の家に泊めてもらって、でそのドラマを見たんですよ、はい、それが伝説の教師という、はい、松本さんが高校教師をされてる、はいる、はい、ドラマなんですけど、はい、で担任の先生が松本さんで、副担任が、中井さん、はい、だったん
生徒の中の一人がおかんで半年後にはもう亡くなりますっていう言われてた子なんですよ。でその子が授業とかもすっごいぶっすんと顔してて、でその子がある日お車を免許で運転して交通事故を起こすんですよ。なら警察署に松本さんとか中井さんが先生が行くんですけど、どうせ私は死ぬなら死んだら何も残らないのよ、免許が取りたかったよみたいな、人間は死んでも灰になるだけよみたいなことを言ったら、まあ、松本さんの役の先生が何しょうもないこと言うと、犬や猫死ぬこと考えて生きとんのか、生き物生物は死ぬために生まれてきとんの、死んで小屋死になるために生まれてきとんのやみたいなことをおっしゃるんです。そしたらあの中井さんが、先生僕たちは人間なんです、人間は死んでも小屋死にはなりません、だったら人間には何か他に生まれてきた意味があるんじゃないですか、教えてください、一体人間は何のために生まれてきたんですか、あんたは何のために生まれてきたんですかって言ったら、笑うため、人間に唯一与えられた特権を笑うこと、そうやって眉間に違いを合わせて過ごして死んでいくか、普通に笑って過ごして死んでいくかの違いか、自分で考えるみたいなことです。そのせいでいいよ、それを見たときに、その時の僕の胸にうっさー刺さって、もうこの頃ね、そうか、なんてつまらんこと考えてたの、人間笑うために生きてるのか、じゃあ死ぬ気になったら何でもできるわと思って、じゃあ僕が大好きなお笑いやって、で人笑わす側に、あと そういうことでごちそうさまでした。皆さんご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。